どうも、宮迫です。いや懐かしいな、大熊講堂。まあ、早稲田のシンボルですわ。はい。まあ、でも懐かしい、何年前ぐらいなんやろうね。懐かしいですか？うん。何？来たことあるんですよ。うん？通ってたんですか？何？聞こえとるんですか？早稲田。はい、早稲田来ました。なんで来たん、早稲田。僕、早稲田出身じゃないですか。あ、言い張ってるよ。いや、本当なんですよ。はい。で、その証拠としてもなるんですけども、はい。僕が所属していたサークルの後輩から連絡がありまして、はいはいはい。まあ、早稲田も、コロナ禍で学生が減って飲食店もすごい大変な思いをしたと。で、その、早稲飯って言われるんですよ。早稲田のご飯屋さん。はい、早稲飯を救いたいってことで、はい。連絡をいただいたんです。はい。で、早稲飯を救うためのイベントをやるらしいんですが、はい。宮迫に出てもらいたいと。なるほど。はい。その出演オファーが来まして、だったら宮迫ですでも、ぜひ、早稲飯を応援しようじゃないかということで今日は早稲田に来ました。もっと前に言うといて、そういうの。いや、とりあえず。とりあえず連れてくる。とりあえず連れてきて説明しようかなと。ああ、そう。はい。イベント出んねや、俺。そう、出ます、出ます。あ、もう決まりました。言うといて。で、今日ちょっと一緒に回ってくださる後輩、はい、来てるんで。はい。お呼びしましょう。お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。早稲田大学放送研究会の伊藤みなみです。みなみちゃん。はい、お願いします。放送研究会ってのがあるんですか？はい。そうです。放送研究会というのは、将来的にアナウンサーさんとかを目指してるってことですか？アナウンサーだけじゃなくて、はい、ステージのオペレーション、カメラマンとか、はい、音響とか、はい、照明とか全部やるサークルになってます。みなみちゃんは将来的にはどうなんですか？私はまだそんな決めてなくて、はい、アナウンス部っていうのもあるんですけど、そこにも所属しつつ、うん、映像、照明、音響全部やってます。うちに欲しいですね。ほんまやな。いるじゃないですか。何ですか？放送研究会 OB がいるじゃないですか。あなた放送研究部だったの？会の、しかも僕代表だったんですよ。500人ぐらいいるサークルのトップだったんですよ。嘘はもう置いておきましょう。そうですね。全部カットしておきましょう。で、今日は、はい、まあ、伊藤さんおすすめの早稲飯1店舗と、堤おすすめの早稲飯1店舗で、うん、早稲飯の素晴らしさを紹介していこうかなと。なるほど。はい。じゃあ早速行きましょうよ。行きましょうか。はい。まず、どちらに行きましょう。まず私がおすすめする早稲飯は、はい、ドンピシャリっていう。ドンピシャリ？はい。どんぶりもんですか？いや、早稲飯はがっつりなんで。行きましょう、早速。行きましょう。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、いいですね。やっぱ高卒ですから、こういう大学の周り歩くっていうのがちょっとなんかちょっとテンション上がりますね。本当そうですね。まさにここはもうなんか早稲田の大学に向かうメインストリートですね。そうですね。向こうに富山キャンパスがあって、こちらが本キャンパスなんですけど、はいはいはい、繋ぐ道なので、すごい学生が使う道。なるほど。早稲飯の店はたくさんあるってことね。そうですね。安くて美味しくて多い店がいっぱいあるんだよ。うわ、テンション上がるなぁ。キッチンなんかでもずっとありました、これも。キッチンなんかに見てくださいと。なぁ。ちょっともう楽しみにしてください。ドンピシャリ。楽しみ、ドンピシャリ。僕が多分いた頃なかったお店だと思うんですよね。そうなんや。びっくりです。肉って書いてある。すごいな。知らない。ドンピシャリ。あ、肉。あ、結構新しめか、じゃあ。そうだと思いますね。ツッツンが早稲田おったとき、早稲田に忍び込んでたときは、ちゃんと学生として来ましたから。あ、そうですか。これとんでもないな。うわ、伊藤さんこれ食べたんですか？食べます。一人でも来ます、ここ。マジで？これ食べきらんよ。でも食べたことあります。マジで？はい。肉食女子。やっぱもう豚丼がまずおすすめやもんね。ただもう僕、タルタルが大好きなので、ダブル、ダブル、ダブルにしますわ。ダブル。トッピングも追いタルタルもできますね。ね、本当だ、豊富ですね。あ、ハイボールあるね。ダメです。え？ダメだ、びっくりした。どうぞ。あ、いいですか？はい。私はいつもレディース丼なので。はい。レディース丼。レディース丼。はい。じゃあ。ハイボールあるな。え、ダメだね。ダメだ。だ。え？さあ、注文しましたけども。はい。僕がそのお呼ばれするイベントってどういうイベントなんですか？放送研究会主催の、うん、早稲田を盛り上げている早稲飯とサークルのコラボイベントになってまして、はい、各コーナーで 1店舗ずつ早稲飯をテーマにしたコーナーが組まれて、その中でサークルのパフォーマンスだったりとかを楽しめる
企画になっております。なるほどね、はい、そういった企画 の、 その構成とか制作、それから当日のオペレーションを放送研究会、そうです、ね、なるほど、企画から演出まで全部放送研究会がやります。そのイベントでわせめしを盛り上げていこうと。素晴らしい、はい、で僕は何をすればいいんですか。まあ内容はちょっとお楽しみということで。なるほど、はい、全然教えてくれへんよ。本番でお楽しみです。ゲストが、はい、本番でお楽しみ。宮迫さんにかかってますよ。教えてくれんと。ぜひ盛り上げてください、まあ、イベントを。頑張ります。これ皆さんも見れたりするんですか、はい、そうですね、はい、こちらは12月15日の16時半から YouTube にて配信されますので、なるほど、ぜひご覧ください。ご覧ください。その情報もちょっと概要欄に載せておきますので、はい、貼っ付けておきます。はい、はい、料理がそろそろ来ますよ。できるみたいですね。めちゃくちゃ楽しみ。もうね、匂いがやばいです。なんかすごい 火柱がブーッなってたよ、ね、炭で焼いてるから絶対美味しいですよ。お先にこちら宮迫さんの、映えるありがとうございます。わ、食べやすそう、この大きさ。このサイズのね、リリースのダブルなんですね。リリースのどっちも入ってますね。なるほど、最高じゃないですか。走りますわ。いただきます。いただきます。豚丼がやっぱメインですから、豚丼、豚からいきますわ。うわ、もうプル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 です。めっちゃうまそう。いただきます。やらか、うまっ、香ばしい。うわ、タレもいっぱい刺ってる。うまいな。めちゃくちゃうまいな。よかった。火柱で炙るように焼いてるから、ね、その香ばしさがまた食欲をそそるそそる。鶏さんも行こう。鶏がタルタルべってんかかってるやん。やらか、うまっ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 。おいしいね。本来皆さん、本来は黙食ですよ、まあ、まあそうですね、今日はね、まあ、撮影のために、ね、はい、はい、特別にね、はい、本来はうまいけどリアクションしてあきませんよ。サイレントリアクション。サイレントリアクション、はい、変人じゃないですか。いや、もう思ってる何倍もうまい。これはテンション上がるな。伊藤さんがもう早く食べさせてください。いただきます。すみません、大好きなんで。もうこれですよね、本当に。いつもね、一番大好きです。うんうん、この量なら確かに女性でもいけそうな、うんうんうん、ちょうどいい量です。マジでめちゃくちゃうまいんけど。うわ、これは学生さん嬉しいな。これおいくらでしたっけ。1000円。あ、安い。これはめちゃくちゃ安い。このボリュームで1000円は安い。はい、ごちそうさまでしたということで、すごいですね、みなみちゃん、ペロリでしたね。ペロリ。いや、本当に肉やらか、まあ、スタンバってくれてる。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。これはもう学生さんはたまりませんね。もう、本当にいつも食べさせていただいてます。ありがとうございます。すごい柔らかかったんですけど、はい、どういう調理されてるの。焼く前に、あの、真空低温調理法という、低温調理で、はい、なるほど、持ち入れまして、はい、ねえ、これだけ美味しい丼屋さんでもやっぱりコロナ禍っていうのは大変でしたか。そうですね、本当当時はもう実際、うん、6割売り上げが落ちましたね、正直なところ。はい、今さ、飲食店でクラスターが発生したっていう風評被害とか、はい、あとは都の営業時間短縮要請、はい、あとはここら辺、早稲田大学が近くにあるんですけども、そうですよね、まあ、オンライン授業にやっぱり切り替えて、そういうことか、はい、とても大変でした、ね、学生さんが歩かなくなってしまうと、それはもちろんそうですよね。そうですね。なるほどな、
現在は どれぐらい戻ってらっしゃいますか？現在はですね、実際もう8割、9割ぐらい戻ってきて、まあ、早稲田の大学の方も早めに、オンラインと対面の両方を組み合わせたハイブリッドっていう新しい、授業方式をやってくれまして。大変な時期って、その学生さんとかって、学校なくても来られたりとか、そんなことあったんですか？そうですね、まあ、大学生なんでサークルとか、をやられてるん で、そこでいろいろと企画としてコラボを、他のお店とコラボしたりとか、学生さんが、そうですね、いろいろと企画を盛り上げてくれて、そうですね、本当それは助かりました。素敵な話だな、学生さん本人、そう、みんなもやっぱりお店が万が一なくなってしまったら自分たちもね、一番悲しいですし、とにかく美味しかったです、マジで。ありがとうございます、本当そう言ってもらえて。こんな華奢な南ちゃんはペロリですか？夢中になっちゃいました。カメラ止まっててもずっと食べてる。ありがとうございます。いや、それぐらいはもう本当に美味しかったです。結構女性の方がいっぱい食べる方も中にはいらっしゃる。実際。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございます。いやー、これは何通り？これ明治通りです。明治、あ、この辺も早稲飯になるんや。そうです。で、ちょうどそこが早稲田通りとぶつかってるんですよ。ええ、で、この早稲田通りの高田馬場から、南ちゃんおい！南ちゃんおい！俺の南ちゃんどこ行ったんや？南ちゃんは学生さんなので、授業に行きました。南ちゃんおい！ここからは、ひろきちゃんが。ひろきちゃん嫌いだ。若い女の子とデートの感じで楽しかったのに。可愛かったっすね、みなみちゃん。可愛かったよ。次、ひろきちゃんのおすすめのお店です。つつみのおすすめの店というか、僕らがそのサークル時代に、もう何か打ち上げとか、なんかなんとか会、誕生日会とかあったら、もう大体ここで飲んでたっていう。なるほどね。居酒屋さんなんですよ。居酒屋さん。そうなんです。こちらでございます。居酒屋わっしょい。はい、わっしょいさんでございます。あ、なかなか歴史を感じる看板やね。はい、ちょっと見てください。え、見えます？もし生ビール150円安っ。学生にはもう持ってこいやな。ほんとそうな、そうなんです。え、ちょっと待って、本日ハイボール100円。これしかもハッピーアワーじゃないですかね、多分これ書き方的に。100円はしょやん。100円はしょで、僕ら元気の頃1回なかったんですよ。2回だけだったんですよ。あ、そうなんや。今日は2回行きましょう。わかりました。はい、こんにちは。こんにちは。あ、宮迫です。お願いします。よろしくお願いします。いいですか、失礼します。失礼します。あ、いいですね。あ、広い広い。いや、そうなんですよ、ここの広まで560人。大宴会。大宴会。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、懐かしの、いや、もう懐かしですよ、わっしょいさん。はい、ちょっとつっつんおすすめのやつ、とんぺい焼き。あ、とんぺい焼き好きや。あ、はい、うまそう。牛すじ煮込み。あ、煮込み食べたいね。おー、このね、おいしそう。煮込みはください。あ、これうまそうだ。380円。あとですね、はい、一番のおすすめは、はい、これなんですよね。何？カツ丼？はい、あんなボリューミーな作った後に。もうカツ丼行く？今日もう丼のダブルヘッダーで行きましょうか。懐かしの味なんやろ？だって480円ですよ、居酒屋で。いや、安い。安いけどさ。まあ、頼んでもいいですか？チョイスおかしいよな。まあでも食べてみたい。味見はしてみたい。じゃあちょっと早速頼みましょうか。頼みましょうか。はい。すいません。ずっと何年ぶり？僕でも卒業してから一回同窓会でも借りてるんですよ。ああ、そうなんだ。4年前ぐらいに実はお邪魔してまして。ええー。先生覚えてらっしゃいます？あ、あなた顔わかりますよ。あ、本当ですか？嬉しい。やった。ハイボール100円ってあったんですけど。そうです。火曜日水曜日だけ、はい、ちょっと暇だったんで、はい、ちょっと思い切って。100円でちょっと来てくれないかな。思い切りすぎじゃないですか。100円って聞いたことないですよ。あ、まあまあ、もう再三度返しです。時間限定じゃないってことですよ。いや、ないです。火曜水曜で朝まで100円です。マジですか？100円です。いやいや、やめた方がいいですよ。じゃあ、ハイボール。ハイボール。はい、バナナジュースってあります？バナナジュースあります。あ、バナナジュース昔からね。これ、めちゃめちゃ美味しいんで、飲ませてもらいます。いや、わかりました。はい、うわ、嬉しい。もう僕、お酒飲めないじゃないですか。はい、バナナジュースめちゃめちゃ飲んでたんですよ。なんだって、居酒屋さんにあんまない。めちゃめちゃ美味しいんですよ、これが。あ、来た。お待たせしました。ババハイボールとバナナジュースですね。これ100円ですか？マジっすか？これ100円ババハイボール。うまいな。絶対100円はあかんて。これですか、バナナジュース。ピッチャーで頼んでもいいですか？いや、ええけど。バナナジュースピッチャーで。懐かしい。
や、こういう居酒屋も好きやわ。いいですね。バイトしてたから、昔居酒屋さんとかで。居酒屋、バーテンダーだけじゃなくて、いろいろバイトしたよ。へえ。居酒屋さんはあのすごい怖い居酒屋さんで働いてて、デビューする前ぐらいやったかな、働いてて、何が怖いかっていうと、その駅前にあんねんけど、怖い事務所さん。なるほど、なるほど。違う事務所同士があったから、同時に宴会、めっちゃ広い居酒屋だよ。そんなことあります？同時に宴会みたいな時があって、これで、もう俺20歳の時かな。ほんで俺店員やんか。はい、ほんであの、お兄ちゃん、これあのおごりや、飲めって言われて。あ、今バイト中なんで、かまへんねん。俺の酒飲まれんのかい。いえ、いただきます。グー。まあ、一気飲みです。グー。待って、あ、出した。バーって言ったら、反対側のと、兄ちゃん、俺も怒ったろ。言うて、こう、もう両方にこれ食えやとか、もうバイトしながら、運びながら、俺がやるわとか、ずーっとやるなら、どっちの酒がうまいみたいなことになりだして。あの最終的にあのすっごい乱闘になって、ほんであのその時 あの大将、店の大将が元そういう事務所の方や、うわー、なるほどね、っていうのもあって集まってきた、はいはいはい。ほんで、まあ、当時ほらあの高校サッカー部上がりで体めっちゃ鍛えてたから、宮坂を止めてこーい言われて、やめてくださいって乱闘になって、ばっかんばっかんなくなって、やめてくださいって、うーわ、ボッコボコされながら、やめてください言って、最終的に俺もお酒飲んでるもんやから、うーわ、やめろとってバーッ投げ飛ばしてしまったりとかして、結局俺も乱闘に参加するってことになって、ようやく収まって、あのもうそのあの大将の、もう俺の顔を立ててもやめてくれってなって、収まってよかったー言ったら、あの一人の方が、誰か俺のこと投げ飛ばしたやつおるなーって言われて、大将が、逃げろ、ええから逃げろ、あの給料は後日売り込むから、とにかく今は出しで逃げろって言って、お前やなーって、ブワー逃げて、そっからそのバイトはあのクビです。自然消滅で やめるっていう。だから懐かしい居酒屋が、アウトレイジーじゃないですか、懐かしい居酒屋の思い出。あ、来た、お、ありがとうございます。クロペーオですね、でかっ。え、これいくらだったっけ。380円、安っ、でっか。わ、美味しそう、これ立つわ。これ480円ですよ、居酒屋で。ちょっとこれはもう丼続きやけど、ちょっとちょっと食べよう。いただきます。こういうシンプルなやつがうまいんですよ。あ、そんなこと起こる。それはね、そういうのも込みですよ。俺の握力かな。いただきます。うん、うまっ。好きな味。いや、これはもういいですね、このトロトロの部分が。ね、いいですよ、いただきますね。うわ、いただきます。うん、あ、おいしい。うん、嬉しい、なんか嬉しい。ちょっと甘めな感じで、おいしい。懐かしい、あのすっごい懐かしいカツ丼の味。不思議な感覚ですわ、宮迫さんに和食でこれ食べてもらってるって、うん、最高や。あと南ちゃんがいればな。南ちゃん、はい。南ちゃん、授業か、南ちゃん。楽しかったのに、あんなに楽しかったのに、南ちゃん。ひろきちゃんならいるんですけど、ね、ひろきちゃんも知らん、ひろきちゃんも知らん、知らん、ユース人に。うわー、あ、ちょっと、あ、赤目、これは待って、めっちゃうまそう。なになになに、ピリ辛になれるし、辛いですね、うちの。あ、そういうことなんだ。絶対美味しい、絶対美味しい。いただきますよ。ちょっとまずスープかな。あ、うんま。あ、結構しっかりめ、辛みも。あ、うんま。
あ、いやトロトロやん、肉うまっ。え、これいくら？これ、380円。安っ、この量ですよ。量多いですって。基本的にちょっと間違ってますよ。もうちも居酒屋やってるんで。そうですね、もう儲けなしでやってます、ね、いや、マジですごいですね。すごいよね。今一番人気ですね。うまい、あ、これうまい。酒進むで、これ。酒が今日はいいでしょう。まあ、ね、あ、いいな。さあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう幸せ、なんかいろいろ嬉しい。いやー、いいですね。なんか本当に近所に欲しいっていうね。あ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これだけキャパも広いところじゃないですか。そうですね。やっぱコロナ禍はやっぱ大変でしたか。はい、コロナ禍はもう直撃しましたから。そうですよね。もう宴会場がね、そうですね、まず使うこともねほぼない状態ですもんね。ね、これがあのちょうど、はい、ちょうどその予約表なんですけど。はい。この4月の、はい、ではその早稲田大学の、はい、その新刊コンパで一番こう、そう、全部埋まる時だったんです。はい、うーわ、厳しい。新刊なんて数十人単位でね。そう、もう50、60っていうのが、いや、もうそうですよ、ゼロでしたから。うわ、そうか。いや、すごい。去年の5月、はい、クラウドファンディングをやりました。されたと。はいはいはい。どんな感じだったんですか。まあ、一応こういう感じだったんで、もう店をこう存続するかどうかっていうのも、やっぱどの飲食店さんだと悩みますよね。悩みます。コロナ後が分かんないし、うん、なんでその時にあのこの T シャツもそうなんです。あ、なるほど。なるほど。へえー、あ、なるほど。そうです。この T シャツとかこういう服を作ってるそのデザイナーさんが常連さんでいて、はい、その人があのじゃあもう俺無償でグッズ全部デザインしてあげるから。ありがたいですね。これがなかったらできなかったので、うん、でこのジョッキとかあとはその木の札ですよね。はい、はい、あの木の札はこの自分が好きなの名前でも団体名でも入れてずっと飾りますよっていう形で、あれ1枚3枚なんです。はい、はい、それでそのあの木札をいっぱい買ってくれたのがその早稲田の OB の、なるほど、そう、 OB の人たちで、まあ、あの卒業して10年20年経つとみんなもやっぱこっちを持ってますから。なあ、まあ言うとね、そうなのか、早稲田出身となるとそうね、あの木札は名前ないけど、ないですね。2000円ぐらいはないですか。でもこれ終わってからしてしまったんですよ。ああ、なるほどな。そうなんですよ。え、それで聞くどれぐらい集まったの。最終的には2050万。集まった。すげえ。それはありがたいですね。いやいや、もうその最初の24時間ぐらいで1000万超えたのがもう衝撃で、で支援者数自体が全部で2500人ぐらいいたんで、2500人って数がやっぱりこう後押ししてくれるっていうか、いや嬉しい、店潰しちゃダメだよみたいな。いや、それだけも愛されてるお店ということですから、あの再確認して、まあ、じゃあ僕らもちょっと頑張らんかん。いや素晴らしい、信じられます。いや、それあれだ、いや、すごい。そうだって、なくなってほしくない。いや、いや、そうですよ、そうです。僕だってなくなってほしくないから、もう一杯頼んでいいから。僕もちょっとしっかりあの支援させてもらう。それはもちろんお世話になりましたから、ちょっと、はい、まずこの宮迫レスで紹介できたことも僕は嬉しいですし、うん、まあそれも支援の一環かもしれませんから、はい、ありがたいですね。はい、まあ、まあそういうのがあって縁があってね、来ていただいてるんで、学生さんじゃなくても気軽に来れるお店ってのがいいですよね。そうそうそう、別に早稲田に関係ない方でも。そうそうそう、大丈夫ですか。100円バレてしまいました。確かに。いや、本当にでもそうですよ。この値段は。いや、もう、まあ、ね、それぐらいですか。まあ、もう従業員が走り回るだけ。いやいや、もう素晴らしいお店、もう本当にもうずっと続けてください。ぜひぜひ、放送研究会のイベントに宮迫さんが出演されます。はい、それも早稲田飯を応援する内容になっておりますので、はい、12月15日、まあ、詳細は概要欄に貼っておきますので、YouTube から生配信で見れるそうなので、はい、ぜひ見てください。はい、というわけで以上でございます。早稲田飯最高ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、もう一回お願いします。まあいいでしょう。はい。
宮崎です。